早野上ちゃん TV へようこそ。今ですね、まあ両院議員総会のお話がですねちょっと持ちきりということと、それと連立の話ですね、そういった話が持ちきりになっております。せーのドンですね、高市の乱ということで、高市早苗さんの乱ですね、反逆のシナリオということで、日本保守党の決断はというところでですね、ちょっと、まあやってきてというふうに思います。まあ前回ですね、の動画で日本保守党の決断というのは、まあ今の政権ではないというふうにですね、まあお伝えしました。それとですね、まあ、政権が変わってというか、まあ、首相が変わってですね、総裁が変わってですね、まあ高市さんになった場合どうなるのかという話をですねちょっと前回させていただきました。ということで、まあ保守系の、まあ、総裁が決まった場合は日本保守党、これはですね、まあ各その時期時期のですね、情勢によってこれ変わってくるということですね。まあいろんな可能性はあるという、すべての可能性はあるというふうにですね、百田夏さん、まあ、表現されました。ということで、この今、自民党のですね、まあ、自公過半数割れというのがですね、まあ、起きましたけども、これもですね、私ね、かなり前の動画でですね、自公の過半数割れの、まあ、予測というものをしておりました。ですので、このですね、まあ、自殺行為のですね、まあ、非公認問題ですね、こういったところで、払拭しようということでですね、まあ、石破さんというのはですね、まあ、人見悟空ということですね、まあ、岸田さんが仕掛けた、まあ、これ、選挙ということをですね、まあ私は思っておりますけども、まあもともとですね、まあ、安倍さん、暗殺されてからですね、その後、統一教会の問題というのが出てきましたけれども、これをですね、まあ利用してですね、清和会潰しに始まったということですね、その後 LGBT で、まあ品定めをしてですね、反逆の、まあ印がなかったと。いうことで、まあ、この裏金問題、これをですね、利用し始めたということですね。そして清和会、安倍派を徹底的に潰すということですね。ですので、まあ、この裏金問題というのは共産党の赤旗からですね、まあ、出てきた話なんですけども、はい、この出てきた話というのはですね、今度の2000万問題ですね、2000万ですね、まあ、萩生田さん、まあ、怒り心頭でしたけども、これもですね、赤旗のリークでしたね。まあ、そういったところで、まあ、同じところでリークされたということでですね、ちょっとつながってるなというお話もですね、まあ、いろいろあります。はい、といって、そんな中でですね、今回自民党ですね、まあ、56議席が191議席になったということと、そういった公明党がですね、32から24になった。ということで、215ですね。この数字というのは、高橋洋一さんですね、ぴったり当てられましたね。プラスマイナス20で、まあ正義の味方でしたでしょうか。関西系、こっちの方でしかですね、ここ佐賀県なんですけども、まあこっちの方しか、まあ放送されてないんですけども、まあそういったところで高市洋一さん、これぴったり当てられました。ですので、233には到底及ば、届かないということで215ですね。まあそういったところで、この連立のお話というのがですね、まあ持ち切りになってきています。ですので、ちょっとね、その辺のところを見ていきましょう。せーの。はい、衆院選後の経済はどうなるのかということですね、これはですね、高橋洋一さんの記事ですね、29日の11時の記事になります。ザクザクの記事ですね、自民党と公明党が大きく議席を減らしたと、選挙後に景気、インフレ、率、雇用の動きはどうなるのだろうかということでですね、まあ、この政権では、まあ、落ちるねというお話の、まあ、記事ではあるんですけども、はい、特別国会での首相指名の前に自民党の両院議員総会ですね、まあ選挙開票からですね、1週間以内にですねこれしなければいけないということで、両院議員総会で総裁が交代すれば石破政権は戦後最短の内閣になるかもしれないということですね。それとですね、はい、石破首相がここで、居座れば麻生派、そして旧茂木派から閣僚の引き上げですね、引き上げ、もう辞めさせるということですね、閣僚を辞めさせるということで、政権を維持するのが困難になることなるということが考えられるという記事ですね。はい、そういった中で、高橋洋一さん、まあ、民主党とのですね、大連立という話をですね、ちょっと少しされておられます。まあ、可能性としては少ないと言いながらもですね、過去にはあったことだから、今回ですね、これがあるかもしれないというふうに言われております。というのも、私もですね、これね、ずっと前から言ってるんで、ずっと待ってるか、まあ、石破さんの政策、そして、野田さんの政策ですね、これは似通ってるということでですね、まあ、なんかね、
意気投合しちゃって、そしてですね、法案が通ってしまうんじゃないかと、そういった危機というものがずっとございました。ですので、こういったことでですね、まあ、連立の可能性も少しはあるよというふうにですね、まあ、言われております。ですので、ここ連立になりますと、これがもう、本当、左派で埋まってしまうということでですね、マクロ経済政策では、緊縮財政、金融引き、締めなど結構似ているというふうにですね、言われているということで、経済、が低迷するというふうにですね、これ言われております。ですので、政策的にはですね、別の保守党系、の政党と似ているところもあるということで、連立まではいかないとしても、政策や法案ごとの部分連立はあり得るかもしれないというふうにですね、これ言われております。この部分 連立ですね、この話はですね、国民民主の方に話が進みます。せーの、ドン。はい、国民民主の玉木代表はですね、29日の定例記者会見で衆議院選で過半数割れした自公連立を政権への参加についてということで、政策実現に全力を挙げるので連立はありませんということですね。政策ごとに連携する部分パーシャル連合についてはですね、定義がわからないことはお答えしにくいということでですね、まあ、言われておりました。というのも、まあ、政策でですね、まあ、協力していくことはあるだろうなという、これはお話ですね。はい、そしてですね、会見でですね、自民党、立憲民主、日本維新の会、幹事長、国対委員長レベルで情報交換をしているが決まったことはないと説明されたということですね。こういった連合ですね、各党の連合というのもですね、まあ、進展はないということですね。ただしですね、まあ、石破政権下での、これはお話です。政治というのはですね、まあ、もちろんお分かりでしょうけども、まあ、日に日によってどん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 変わっていきます。はい、ということでですね、この両院議員総会、で、どういった動きが、シナリオが、今からですね、作られているのだろうかというお話ですね。はい、これはですね、まあ、旧安倍派、そして、麻生派、そしてですね、まあ、茂木さんですね、茂木派、そしてですね、世耕さんの政風会ですね、こういったところがですね、キーワードになってきます。このキーワードというのは、まあ、高市早苗さん、まあ逆襲ですね、こういった話になってきます。はい、ここでですね、まあ、萩生田さん、そしてですね、西村さん、世耕さん、そしてですね、松野さん、ね、5人衆、高市さん、ちょっと、まあ、当選されませんでしたけども、この5人衆、まあ、4人衆が、まあ、残っておられます。まあ、こういったところがですね、もうそろそろ反逆ののろし上げないと、この4人の方は、もうどんだけですね、まあ、この支援者、この、方々を支援している人たちがどんだけですね、死を舐めさせられているのか分かってるでしょと、反逆ののろしを上げないと、ここでですね、上げないと本当にですね、安倍さん泣きますよ。もうずっと負けっぱなしでしょ。はい、統一教会から始まり、LGBT 裏金問題、そしてですね、この2000万で叩きつけられた岸田さんから2000万バーン叩きつけられてですね、そしてですね、ひょっバーン脅されてですね、どんな気持ちですかと、もう腹渡り煮えくり返ってるでしょということですね。私も腹渡り煮えくり返ってますよ。はい、ここまで2000万まで出してですね、問題までバーン岸田さん出してですね、ここまで脅しめるのかということですね。旧安倍派ですね、そして麻生さん、茂木派、そしてですね、世耕さんですね、今度の世耕さんというのはですね、またキーワードになってきます。参議院のですね、まあ、旧安倍派から派生した清和会から派生した清風会ですね、こういった方が30数名おられますから、そういったところでですね、今度参議院選挙を、まあ、戦う土台というものがこれございます。ですので、この7月までにですね、この裏金問題も収束させて、そしてですね、新たな気持ちでこの自民党の総裁選、この参議院選、戦い抜くということですね、もう本当に、この保守の魂というものをですね、見せてもらいたいというふうに思います。プラス、日本保守党もですね、ここで、日本、まあ、保守の魂というものを見せて、戦われるというふうに思いますので、ここでですね、リベラル対、まあ、保守の戦いをですね、しっかり見せてもらいたいというふうに思います。はい、これはですね、選挙前ですね、選挙前の話になるんですけども、10月の3日ですね、自民麻生氏と茂木氏、衆議院選挙や党内情勢などに意見交換ということをですね、これされました。はい、ということで最後ですね、最後の方ですね、会談の後、茂木氏は記者団に対し、衆議院選挙が始まるので自民党として加藤と話をしていたということ、まあ、これはいいですよね。これからいろいろと動きがある中で引き続き2人で連携していこうということになったということで、麻生氏とは話が合うと
から楽しいというふうにですね、これ言われました。はい、連携、そして話が合うということですね。はい、こういったことでですね、会食がされたということで、麻生さんといえばですね、総裁選で、高市早苗さんが負けた時にですね、いろんなやつ人と飯を食っとけというふうにですね、言われておりましたので、いろんなし、連携をですね、模索しろというふうにですね、言われておりました。ですので、こういったことでですね、麻生さん、中心としてですね、高市早苗さんの、逆襲ですね、こういったものを手助けしていくということですね。そういった中で、旧安倍派、先ほど言いましたけども、旧安倍派、麻生さん、そして茂木さん、そして世耕さん、この中でですね、高市派というのでですね、この、石破さんのところですね、石破さんももう人見悟空ですからね、岸田さんからもいいように使われてですね、もう使い捨てですよ、使い捨て。はい、ということで、ここと、両院議員総会どうなるのかという話ですね、もうそろそろね、もう日も近づいてきまして来ておりますので、こういった最終調整が今されているのではないかというお話ですね。はい、ということで、今回ですね、石破さんですね、ちょっとね、いいように操られてですね、本当にですね、なんかこうかわいそうな存在になってきております。ですので、この後岸田さんのですね、再選というお話もありましたけども、ずっとですね、岸田さんの作戦というのは成功してきたんですけど、この2000万で、ちょっと道筋がずれてきたかなというふうに思います。この2000万でですね、本当に恨みを買ったということでですね、岸田さんの再選はここでなくなったかなというふうに私は感じております。はい、ということで、風がですね、高市さんの方に吹いているということですね。石破さんの支援者、なんていうんですか、総裁選の名簿に載った方の数と、高市さんね、支援者、推薦人ですね、この名簿に載った方、両方ですね、これ、下がっているということですね。落ちられた方も、同じぐらいということでですね、今のところ、どっこいどっこいですね。ですので、そういったことで、9対以前の、議員さんたち、石破さんのところですね、9対以前、そしてですね、安倍派ですね、ここは保守系ですね、保守系、の、ガチンコ勝負ということになります。ということで、この保守系の方々が、これね、政権取らないと、緊縮財政どんどん続くということですね。そうなるとですね、もうどんどん税金も上がる、消費税も 15% まで上がるんじゃないかという噂もあります。そして再生可能エネルギー、これも止まらない。昨日ですね、原発の方もですね、稼働し始めましたけども、そういったところで、どんどんですね、経済の方も上向かないと自分たちの生活というのはもうままなりません。本当にガソリン代どうなってんだという話ですね。そういったことで、物価の高騰どうなってんだということで、そういったところで、自分たちの生活というのは脅かされております。ですので、こういった政権の方が変わると、いい方に変わるということで、自分たちの生活というのが穏やかになればなれば、それはそれでありがたいということですね。ですので、安全保障の問題もいろいろございます。そういったところでですね、この今本当に今怖いのは、立憲が取った場合ですね、これが政権取った場合は本当にですね、都市伝説ではありませんけども、民主党系が取るとですね、災害が起きるということでですね、これね、都市伝説として前日ですね、コメントありましたけども、阪神淡路大震災の時はですね、村山さんでしたね。そして東日本大震災の時はですね、菅直人ということで、こういった民主党系が取るとですね、なんかね、天が起こってしまうんですね。ですので、今回ですね、これね、本当になんか怖い話かなというふうに思っております。そしてですね、前回も話しましたけども、世界、アメリカですね、アメリカの共和党が取るとですね、穏やかになりますけれども、民主系が取るとですね、世界がちょっと混乱に陥るということで、今混乱状態ですよね。はい、こういうことでですね、人権派と言われる方々がですね、トップに立つとですね、必ずなんか訳のわからないことが起きます。はい、ということで、高市早苗さんの乱、高市の乱ということをですね、今回ちょっとお話してきましたけども、そういったことでですね、今度の両院議員総会ですね、ちょっと言いにくいんですけども、両院議員総会ですね、がどうなるのかというのがちょっと
注目ですね。ということで、今度の両院議員総会でですね、高市早苗さん、誰が言い出すのかということですね。前の麻生さんの時にですね、の時はですね、石破さんとかが首相退任のですね、話されましたけども、今回は、この石破さんはの退陣の話ですね、誰がし始めるのかというお話ですね、もありますけども、やっぱり高市早苗さん本当に出ていかれてですね、面と向かってバーンと言ってもらいたいというふうに思います。責任を取れと、どんだけみんなが苦しんだんだというふうにですね、言ってもらいたいというふうに思います。そうしないとですね、全てこの負けは安倍派が悪いというふうになりますので、必ずですね、この両院議員総会で、保守系の、ね、議員さんがバーンと、ね、言ってもらいたいというふうに思います。旧安倍派の方が一番いいとは思いますけども、はい、ということでですね、麻生さんは今は言えませんからね。はい、ということで、今回の動画ですね、この辺で終わりたいというふうに思います。それではですね、皆さんまたお会いしましょう。じゃあね。